2004年アテネオリンピックは2004年8月13日から8月29日までの17日間ギリシャの首都アテネで開催されたオリンピック競技大会一般的にアテネオリンピックと呼称されアテネ五輪と略称される夏季オリンピックとしては21世紀に入って最初の大会であるアテネで開催するのは1896年の第1回大会以来 108年ぶり2回目。メイン会場はアテネオリンピックスポーツコンプレックス。オリンピック総合運動競技場1997年9月5日に行われた IOC 総会で開催が決定。アテネは近代オリンピック開催100周年を記念して1996年大会の開催都市に立候補したがアトランタに敗れていた。 また、1回目の最低得票がケープタウンとブエノスワイレスの2都市になったために、2回目は落選都市決定戦という形で行われた、双子の神という設定。古代ギリシャ神話に登場する人物がモチーフで、アテナはアテナー、フィボスはアポローンがモチーフ。通常、オリンピックでは開会式の選手入場行進を行う際、先頭にギリシャ、 以降開催国の公用語のアルファベット順に出場国の選手団が更新し、最後に開催国の選手団が入場する。が、この大会ではギリシャが開催国だったため、先頭にギリシャ国旗のみを更新させ、次にギリシア語のアルファベット順に出場国の選手団が更新し、最後にギリシャの選手団が入場した。北朝鮮と韓国の選手団は合同入場を。 行っている。各メダリストには、メダルの他に古代オリンピックに習いオリーブの枝で作った、破綻が贈られた。180個程度が、アテネ市内の花屋によって作られたもので、オリーブの他に、ギリシャに自生している草花をあしらった一つ一つ、手作りの品であった。オリンピック発祥の国ならではの演出であったが、選手たちがそれぞれ帰国した際に、 税関での権益で回収されるのではと懸念する声もあった。実際に権益に引っかかることはなかったようである。また、金、銀、銅の各メダル制作はアテネにある高級宝飾品店ゾロタスが担当した。なお、会期の最終日に行われる男子マラソンの表彰式は本大会より閉会式の中で行われるようになった。 中華人民共和国で4年後に開催される2008年北京オリンピックへの引き継ぎ式で IOC のジャック・ロゲ会長から北京市の大木山市長にオリンピック機が手渡され8分間の紹介演技では超芸イが演出総監督を務めた近代五種競技テニス競技参考競技施設の建設をはじめとする準備は事前の計画より大きく遅れ 2年前の段階で4割程度と進捗率は低いままであった。急遽、水泳センターを屋外化するなど、設計変更による簡略化が図られたが、それでも、開会式当日まで間に合わず、工事が続く施設が相次いだ。こうした準備不足は、後年、IOC 関係者が、アテネのありさまを、他の大会の準備状況の物差しに使うなど、語り草となっている。 オリンピック終了後、年間1億ユーロかかる維持費を抑制するため、ギリシャ政府は、商用施設への転換を図り、2005年、施設を管理する、国営企業のハジエマニュエル会長により、競技施設などの運営、管理を民間企業に委託して、ーゲ海沿いのファリーロン会場に、ゴルフ場やテーマパークなどの複合施設の建設、国際放送センターを、 博物館にしようとする方針が示された。しかし、施設の売却が進まないまま、経済危機を迎えて、ファリロンのスタジアムなどは、雑草が生い茂っている。ありがとうございます。